岡田敏夫さんがさ、YouTube オワコンっておっしゃってました。まあ確かにそうなのかもしれないけど、なんとも言えない心持ちでございます。お願いだからモチベ持っていかないでください。ああ、すいませんね。モチベ持っていっちゃいましたが、YouTube やる気にならなくなっちゃったら、まあそれは悲しいですよね。とね、YouTube オワコンというよりは、 ユーチューバーはいずれオワコンになるって僕は思ってるんですよ。自分を含めて全てのユーチューバーはいずれ役割を終えてオワコンになってしまうだろうと。で、それは僕みたいなことを語る AI っていうのは 5年ではできないかもわかんないんだけども、10年後は間違いなくあるだろうと思っててで、そうなると僕みたいなことを語る AI に、例えばその鬼滅の刃語らせればいいわけですよね。ジブリとかですね、バックトザフューチャーとかですね、あともうすぐはやりたいゴーストバスターズとかですね、だそういう僕だけがこだわってるようなものではなくて、今世間が見たいとか、あの、語りを聞きたいと思ってるものをですね、岡田斗司夫の AI がパーっと喋ればいいわけであってですね、それは岡田斗司夫の AI である。 必要がないと。例えばその、なんだろう、画家のタッチっていうのはですね、もうすでに AI 化されてしまって、ある風景写真を読み込んでゴッホの絵にするっていうのをよくやってるじゃないですか。それと同じように、ある、なんだろうな、あの、お話とかですね、あの、もしくはなんか批評みたいなものを読み込んで、それを岡田敏夫的に。 っていうふうに言ってもいいですし、とりあえず誰それ風にっていうのはですね、いずれフィルターの問題になると思うんですよね。フィルターアプリとか、フィルターソフトの。なので、そこまでのまあ寿命ではないかと。で、そ、だから面白いんだった。すべてのものは移ろいゆく、このネット、ネットは海ってよく言われるんですけども、YouTuber ーーにしろ何にしろ、この、 ネットの上で暮らそうとかですね、生計を立てようとしてる人はみんなサーファーなんですね。決してでかい船に乗ってるわけじゃなくて、全員がサーファーなんですよ。で、その波が安定してるかどうかっていう、それはいろいろあるでしょうけど、さタ波しか立ってないとか。でもサーファーであることに限り、全員同じだから、いずれみんなドボンと落ちるわけですよね。そのドボンと落ちるときまでに、どんな風なこう功績を書くのかっていうのが面白いところだと思います。